皆さん、こんにちは。こんにちは。エージェントにこれが聞きたいの時間です。ナビゲーターのジンジャーと。同じくナビゲーターのマーシーです。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日は暑いですね。暑い。めちゃくちゃ暑かった。外行ってきたんです。すげえ暑かった。ねえ。ね、最短だったね、今年は。この後どうなるんだろうっていうね。そうですね。本当に楽しみだ。今日のゲストは、はい、今日はイタリア留学に特化しているアドマーニの村川さんにお越しいただいています。イタリア留学いいね、うん、季節的にも聞きたいね暖かいからね暑いイタリア、うん、暑いけどでも今イタリアどうなんだろうね、ちょっと聞いてみましょうかね。はい、うん、季節的にいらっしゃったかな。あ、いらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速なんですけども。はい。村川さん、アドマーニさんの特徴と、まあ、はい、アドマーニさんってこう名前も特徴的なんでね。はい。教えていただきたいんですけども、ぜひちょっと会社のことについて簡単にご紹介をお願いします。かしこまりました。改めまして、株式会社アドマーニの代表しております、村川と申します。アドマーニって実はイタリア語で、また明日っていう意味なんですけど、素敵な名前。結構イタリア人って人と会った後に最後にアドマーニって、まあ明日はもちろん会わない関係なくアドマーニって言ったりするんですね。なのでこう気軽にこう皆さんとも会える環境を作りたいなっていう意味で、うん、アドマーニっていう名前をつけました。なんかいいですね。チャオじゃないんですね。ありがとうございます。はい、確かにチャオじゃない。チャオじゃないですね。チャオじゃないんですよ。なるほど。これ一つイタリア語覚えたね。うん、使いたい、使いたい。使ってください。ちょっとだけアドマーニの会社のお話できればと思うんですけれども、はい、お願いします。はい、私たちは2013年に設立いたしまして、今9年目の会社です。で、まあ、もともと私自身がイタリア留学をしておりまして、で、まあ、それをきっかけにこう人生がまあ変わったといいますか、転機になったなと思っていますので、そのイタリアを皆さんに知ってもらいたいなっていう思いで立ち上げました。もともと私実は別の留学エージェントで勤めていたんですけれども、そうなんですね。そうなんですよ。その時にこうもう満足のいく留学の提案ができなかったんですね。やっぱりこう限られてしまっていたので、学校紹介できる学校が。なるほど。なのでこの子にはこの学校の方が合うのになとか、この子にはこの留学した方がいいのになっていうのを提案してくれるエージェントがなかったんですよ。なるほどですね。そうなんです。イタリアにはいくつかエージェントはあったんですけど、イタリア専門のエージェントはあったんですけれども、日本にはそれがなくて、で、まあその時に一緒に働いていたスタッフと立ち上げたっていうのが経緯になります。すごい。なんかね、熱意がね、あって、すごいですね。そうなんですよ。本当にこう、イタリアは、まあ、お客様もそうなんですけれども、好きな方を本当に大好きなので、イタリア旅行にたくさん行くって方いますよね。あのね、はい。必ず行くっていうね。はい。ね、なるほど。その暁には留学に行くんです。あ、なるほどね。そっかそっか。はい。あ、そうか。そう、それでお聞きしたかったんですけど、はい、どういう人がね、イタリア語って、イタリアってイタリア語じゃないですか。そうですね。日本だと日本語っていうのと一緒で、イタリア語はイタリア語しか喋れない、イタリア語はイタリア語、イタリアでしか使われないにもかかわらず、うん、多分語学留学ってそんなないんじゃないかなと思うんですけど、どんな人が行くんですかね、これ。おっしゃる通り、語学留学は少なくてですね、はいはい、私たちのお客様は専門留学の方が多いです。うん、例えば、料理留学であったりとか。ああ、イタリア料理。そうですね。もうイタリア料理はもう、イタリアに行くことが必須なのかなと思っているのも。そっか。なるほどね。そのぐらい、まあ、料理でしたりとか、あとはその、靴職人、革職人っていうところに、職人さんね。はい。職人留学ですかね。まあ、もう一つ、大きい、柱としては、音楽留学。アーティング留学っていうところで、ね、はい。音楽を学びに行く方とか、音楽に関する、例えばピアノ、まあ、バイオリンっていう部分を学びに行く方とかもいらっしゃいます。へー。あ、そう、相当じゃあ、なんていうんですか、その、目的意識というか、うん、まあ、
ものすごいはっきりした人が行く留学が多いってことなんですか、うん、そうですね。もう7割方の方、6割、7割方の方がそういった目的意識をしっかり持った方になってますので、やっぱりこう期間としても長期的に行く方が多いですし、まずはまあ語学を学んで、その後その専門的な分野を学んでいくので、ああ、そっか、イタリアですよ。あ、そうだ、そうだ。やってイタリア語わかんないよね。そもそも接客もできないわけだから。そうなんですよ。まずイタリア語ができないとちょっと学べないので、はいはいはい、まず語学を学んでから、プラスアルファで学びに行くっていう方が多いですね。へー、なるほどね。そうすると、どんな人が行くのか、うん、学生ではないんですかね。そうですね。多いのは、うん、私たちのお客様は20代後半から30代前半のお客様が多いです。比較的こう、社会人留学といいますか、うん、お仕事をしていた方がほとんどでして、うん、で、今お話ししたように、まあもう、専門留学になってくるので、でね、結構、まあ、一大発起じゃないですけれども、うん、お仕事を辞めて、新しい分野を学びに行くっていう方が多いです。すごい。すごい勇気がいります、ね。そうなんですよね。すごいですね。じゃあ、サラリーマン日本でやったんだけど、ちょっと一年発起して脱サラして、イタリア料理店開くぞと。はい、そうです。まさに、まさにそういう方も結構いらっしゃいますね。なるほどね、うん。そのおかげで、ね、美味しいイタリアンが日本中で食べられる、ね。そうなんですよ。そうね。そうね。確かに。そうなんですよ。うん、日本ほどいろんな国の料理を食べれる。本当にそう思います。うん、結構こうイタリア人、日本に住んでるイタリア人もよく言うんですけれども、うん、日本にあるイタリア料理のクオリティが高いっていうんですか、それはやっぱり現地で本格的に学んできた方が多いからなのかなと思いますね。なるほどね。まあ、基本美味しいですよね。そんなにだって当たり外れないって、うん、まずいイタリア。まずいとかないですもんね。そうなんだ。いや、すごいな。その陰にはこういう努力がある。ね、現地で。現地で。学んでる。はい。へえ。結構、まあ、1年と言わず、2年、3年行かれてる方とかもたくさんいらっしゃるので。うん、そんなに、はい、あ、じゃあ先ほどおっしゃってた、短期留学ってのは逆にすごい少なくて、そうですね、もう本当にビザ取って、もう本当に年単位の長期っていう方が圧倒的多いってことですか？そうです。はい、圧倒的に私たちのお客様は多いです。なるほどね。はい。なんだろう。へぇ、すごいですね、でも、確かに。で、レストラン、先ほど今、イタリア料理ってお話があったんですけども、そのレストランの、なんていうんですか、食事関係というか、その飲食関係のお仕事に就きたいなとか、そういう方のは、やっぱり大半なんですか、割合的に。そうですね、料理人の方が大半ではあります。ただ、やっぱりイタリア料理っていうくぐりの中には、例えばワインのソムリエを取るでしたりとか、まあ、オリーブオイルもイタリアすごい有名なので、オリーブオイルの勉強しに行く方もいらっしゃいますし、中にはバリスタになりたいっていう方、ね、そうなんですよ。もうイタリア料理にいっぱいこうくぐられてしまっているんですけれども、やっぱりイタリアならではのものがすごくたくさんありますので、うん、イタリアそうですか、はい、バール文化ですもんね。そうなんですよ、バリスタってイタリア語なので、ね、そうですね、はい、文化、あ、そうなんだ。それを学ぶために行くっていう、ねね、本当にピンポイントのすごい、オリーブオイルとか、オリーブオイル、そうなんです、オリーブ畑で働きたいですとか、小豆島じゃダメなんですね、小豆島じゃダメですね、イタリア、ね、やっぱり量が全然違いますね、量もそうです、まあそれはそうでしょうね、はい、種類も全然プラスです、小豆島美味しいですけど、オリーブオイルね、今年もそれワインもね、でもイタリアのワインって有名ですもんね、有名というかもたくさんありますもんね、ワイナリーもあったり、数がとにかく多いです、ね、イタリアワインの特徴 で、うん、でイタリアワインソムリエっていう資格が存在するぐらいなんですよ、資格なんですね、はい、現地で取れる国家資格があるんですけども、国家資格、国家資格なんだ、それを取りに行く方もいらっしゃいます、それはすごい、すごい武器になりそう。それは確かに。うん、あ、要するに留学された後こう、日本に戻られてくる方もいれば、現地でこう働き続ける方も当然こういらっしゃるわけですよね。はい。極めて少ないですけれども、現地に残っ
で、まあ、そのままお店を開かれる方だったりとか、うん、なるほどね、現地のレストランでそのままずっと働いていらっしゃる方もいらっしゃいます。あ、そうなんだ。はい。でもやっぱり日本に帰ってきて、まあ、自分のお店持つとか、あるいは、はい、あのそういうレストランであるとか、うん、いうところにこう例えば有名なホテルだとかっていうところにこう就職をされるって方もいらっしゃるわけですよね。はい、そうですね。もうその方が大半ではありますね。はい。すごい武器を手にして帰ってくるから、大体就職できるんですよね、うん、そうすると。そうなんですよ。基本的にはすぐに見つかります。私たちのお客様で見つかってない方いないんじゃないかなっていうぐらい、皆さん必ず見つかってますし。まあ、飲食業界自体が人手が足りないっていうものもあるかもしれないですけれども、うん、はい、でもイタリアンっていうところはやっぱり留学して帰ってきた方は欲しがってるお店がすごく多いです。うん、ああ、なるほどね、はい。ちゃんと留学して学んで帰ってきた人を来てほしいっていう、はい。そうですね、若い。僕を。うん、なるほどね。はい、面白いね。そう、全然他の国の留学と、まあ、当然ですけど、経路違いますね、本当に。そうですね、うん、私は本当に英語留学とイタリア留学っていう分類に分けてもいいくらい、うん、はい、分かれるなと思ってるんですけれども、うん、そのぐらいイタリアはかなり特徴的ではあるんですが、うん、まあ、その分こう、うん、必ずイタリアに行きたいっていう方が多いの で、 そうです、ね、このコロナ禍であったとしても、うん、常にお客様は行き続けてましたし、うん、もうストップしなかったですね。あ、なるほど、はい、それができるのは結局イタリアしかないから。そうなんです。そうなんですよ。他の国じゃダメだってことなんですね。他の国じゃダメなんです。ああ、なるほどね。すごい、なんか温度感が高い人になってる。イタリア愛が半端ないですね。半端ない。うん、半端ないです、うん。私の愛情伝わりましたか、うん、めっちゃ伝わる。めちゃくちゃ伝わる。そしてなんかあの明るい人が多そうっていう、勝手な、勝手なイメージですね。そうなんです。そう、いや、うん、本当そうです。明るい方とか陽気な方が多い、楽しいことが好きな方が多いので、うん、そっちに集まるんですよね、人が。あ、なるほどね。いい流れですね、なんか、うん、でも、前回ね、アドマイさん出ていただいたの、マルタ留学で一回お話いただいたんですけど、はいはい、全然そことも違いますね。そうですね、マルタはイタリアから本当に船で30分とか1時間圏内に近いところにもかかわらず、英語なんですよね。うん、そうですよね。うん、はい。おっしゃってました。のでそうなんですよ、すごくいい場所で、あったかい気候のところで、はい、ね、英語を学べるっていう、で、仕事もちょっとね、できたりするっていうお話だったと思うんですけど、ね、 はい、それとイタリアは全然違うわけですね、そうすると。全然違いますね。面白いな。そうなんですね。はい、でも、ちょっとお仕事というか、会社的なところになっちゃうかもしれないんですけども、はい、まあ、いろいろイタリア留学やれてらっしゃる他の会社も、まあ、あるとは思うんですけども、そのアドマイさん独自の特徴といったら変なんですけども、なんかこの辺が私たちはちょっと、大事にしてますみたいなところがあったら、ぜひお聞かせいただきたいんですけど、その辺ってなんかお話しいただくことできます？はい、私たちがこう、はい、一番大事にしているところはお客様とのつながりっていうところですね。で、まあ、具体的にお話しすると、今例えば現地に留学されているお客様から常にこう最新情報をいただいて、私たちの SNS なりホームページなりでアップをしています。そうすることで、まあ、お客様とこう常につながっていらっしゃって、つながっていくことができますし、例えばこれから留学する方で、まあ、不安な方とか、今イタリアがどうなんだろうとか、帰ってきてから本当にこう何ができるんだろうとか、イタリア語使えるんだろうかみたいにこう迷って悩んでらっしゃるお客様が多いんですけれども、まあ、そういう方と帰国後のお客様をつなげたりとか、直接話を聞ける、はい、直接、はい、もしくは今イタリアにいらっしゃる方とこれから行く方をつなげたりっていうことを、はい、しております。いいですね。そうですね、比較的こうそういうことに前向きなお客様がありがたいことに多いので、あ、いいよいいよ、俺話してあげるよみたいな。はいはいはい。あ、でもそれもなんかね、同じなんていうんですか、同じ夢を追う者同士というか、同じこのエリアにいる者同士っていうちょっと親近感とか共感があるんでしょうね。きっと。そうですね、まさに、はい、それもあると思います。あ、なるほどね。それなんか初めて聞いたね、なんかお客さん、本当ですか、行ってるお客さん
を、いや、紹介しますよとか、あの、現地スタッフを紹介しますよとか、現地にこういうサービスがサポートしますとかっていうのは、確かにいろんな会社さんであると思うんですけども、現地にいる、今いるお客さんをお伝えします。はい、します直接話聞けちゃう。直接聞けちゃったりするってことね。うちはね、ありのままの話を聞けるから。いいですよね。そうなんですよ。ないね。今やっぱりこう YouTube とかでいろいろな方が現地の情報を配信してますけれども、でもやっぱそういう方ってイタリアに詳しい方が配信してるので、もっとこう初心の気持ちといいますか、そうですね、行ってばっかりの方とかの話をやっぱ聞きたかったりするんですよね、お客様は。そうですよね。うん、そうなんですよ。なので。どうやってこうくぐり抜けたかみたいな。そう、そうなんです、そうなんです。はい、まさに、まさに。そういう方同士をつなげて、で現地でももちろん直接会えて、うん、時にこう助け合うことができるっていうのがいいかなと思ってるので、すごい心強いですね。そうなんです、はい、そのまま友達になっちゃいそうですね、みたいです。本当帰国してからもなんとかの会しますって言ってよくこうお客様から聞くんですけれども、そのくらいこう一生の友達ができましたっておっしゃる方が多いので嬉しいですね。楽しい。でもね、本当にサービス、留学っていうなんかサービスをこう売ってるっていうよりは、そういうお客さん同士のコミュニティをちゃんと形成した、ね、いてらっしゃるっていうのは、すごいね、その留学だけのこう接点じゃなくて、もうすごい長きにわたる接点が持てますから。はい、なんか素敵な話ですけどね、うんうん、そうですね、すごいこう変な話、うん、そこからご結婚されたカップルとか、うん、すごい嬉しいです、すごく嬉しいです、ね、キューピットになっちゃった、はい、すごいな。もう食卓にはイタリア料理しか並ばないんでしょうね。そうだと思います本当に本当にそうです。すごいな。記念日にはイタリアンレストランっていう感じですよね。はい、年に1回はイタリア旅行行くんですよね。すごいな、ね。イタリア愛っていう共通点で輪が広がっていくんですね。うん、そんな話初めて聞いたね。そのね同士っていうのはね、素晴らしい。ありがとうございます。ちょっと、はい、なんかね、あまりに特徴的なんで、すごくもっともっと、革職人の話とかね、バイオリン職人の話もちょっと聞きたいんですけど、ちょっとそこまた次回お、はい、遊びに来ていただいた時にお願いしたいなと思うんですが、最後になんかイベントというか、それこそさっきのお客さんとつながれるというか、利用している、今、リラックスしている方とかとつながれるっていうようなイベントがあったら、ぜひ教えてほしいんですけども、なんか予定されているものはありますか？はい。今予定しているイベントで一番最新のものが8月の6日の土曜日に、14時から行うイベントなんですけれども、イタリアのフィレンツェにあるスコーラトスカーナという学校のスタッフの方が日本に来てくださっているの で私たちの事務所で、まあ、学校説明会兼、まあ、ちょっとこうワイワイ懇親会みたいなものをしようと思っています。そこにこう過去に留学されたお客様、そこの学校に卒業したお客様も来てくださいますので、卒業生からも話が聞けますし、学校のスタッフからも話が聞けるっていう、すごくいい機会になるかなと。ああ、なるほど、なるほど。これは、はい、土曜日、8月6日土曜日の14時から、はい、その御社の事務所というか、中でやってらっしゃるってことは、はい、そうですね、はい、事務所東京の半蔵門にあるんですけれども、そちらで、はい、行います。懇親会も楽しそう。説明会が見ると思うけど。確かに。病気な人が集まって楽しそう。楽しそう。感じがするな、はい。バイバイしたいなと思っているので。いいですね。ぜひお越しください。なんか、イベントの URL とかもし出来上がったら教えていただければ、はい、またコメント欄とか貼っときますんで。ありがとうございます。はい、貼らせていただきます。はい、すいません。あっという間の時間になっちゃいました。はい、申し訳ないんですけど。でした。ありがとうございました。はい、熱いお話が聞けてよかったです。ありがとうございます。で、またぜひ遊びに来てください。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、今日ありがとうございました。はい、どうも、失礼します。失礼いたします。ありがとうございます。いやー、面白かったね。はい、イタリア行きたくなっちゃった。イタリア。
いいね。僕もなんか一回、ケーテレ行ったことあるんだけど。あ、そうなんですね。お国柄はすごいやっぱいいね。なんかね。のんびりしてる。のんびりしてるってか変なんだけど、明るい人も多くて、話好きの人が多くて、ね、すごい、コミュニケーション好きと言ったらいいのかな。まあ、でもご飯美味しかったよね。やっぱりね。うん、それ美味しいですね。美味しいよね。うん。なるほど。全然違う今日は留学スタイルでしたね。うん、イタリア留学気になる方には。ぜひ。ね、8月6日行ってほしいね。うん、半蔵門大集合ですね。半蔵門大集合。なるほど。じゃあ来週はいつかな？来週まだ決まってないので、決まり次第。じゃあまた決まり次第。はい、また日程あげときますんで見ておいてください。はい、すいません。じゃあ今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また来週。